スキーです。付き合ってください。うん、いいよ。隣のクラスの健吾と付き合い始めたのは1年の春休み前。女の子とつるむのは苦手だし、それまで勉強ばかりで部活もしていなかったから、彼氏と友達がいっぺんにできたみたいで嬉しかった。何しよっか。いつ？来週。星見える。健吾がいるから自分が存在するというか、何か目に見えないキラキラしたものの中にいるような。学校で会って笑ってメールして、時々お互いの思いの深さが原因で喧嘩したり、ただ楽しい時間があって、これが高校生活かなと思ってた。恋をしている、ただそれだけのつもりだったのに。どうしたの？あのさ、生理が来なくて。マジで？これが現実。ゆっくり30秒数えてくださいね。はい。お前、この前の模試判定よかったな。ああ、はい。このままなら国立間違いないから、受験まで気抜くなよ。はい。
あら、どうしたの？気分悪いんで、ちょっと寝てもいいですか？お昼ご飯食べられた？はい。生理は？え、貧血。違う？ああ、はい。それピピってなったら出してね。吐き気は？目立ってきたでしょ。嬉しい？嬉しいよ。でも本音はちょっと怖いかな。そっか、先生でもそう思うんだね。そうね。心配するほどでもないけど、じゃあそこ横になって。寒くない？先生、触ってもいい？いいよ。やっぱいいや。何かあったら先生ここにいるから呼んでね。わかりました。すぐ行きます。歩む、帰ろう。
大丈夫、うん、あのさ、勝手に決めてごめんね。いや、俺の方こそごめん。男のくせに情けないよな。歩のことは好きだし、ずっと一緒にいたい。でも、歩の決断に、なんていうか、ほっとした気持ちもあってさ。俺人として最低だよな。私はね、産む選択肢なかった。最低は私でしょ。自分の将来とか周りの人の目とか気にして、命がここにあるって思うことを放棄してた。でも下ろすって殺すことだって気がついて、すごく気持ちが悪くなって。お腹の中から必死に抵抗されてるみたいで。もういいよ。よくないよ。本当は怖くて全然分かんなくなっちゃった。ケンちゃんがどんな反応するか分かんなかったし、男は逃げるかもって。変な映画の見すぎだよ。俺は逃げないから。一緒に考えてこう。一緒に。アイムのこと大事にする。え？いや、なんか今そう思ったから。こないだ母親みたいな顔してたよ。なんか俺だけ子供みたいで恥ずかしかった。そうなんだ。なんか複雑。ねえ、今は？ガキ。何それ。
ジュース買ってくるわ。座ってて。うん。